大阪池田をですね、今から出発したいと思います。で、今ちょっとね、キャップが来てくれてちょっと話してたんですけど、リアブレーキが、あれ？大丈夫？リアブレーキがなんかどうやら、リアブレーキじゃない、リアタイヤが、リアタイヤがどうやら2らしいんですけど、僕多分2入れてないんですよね。1.8 ぐらいやったと思うんです、下手したら。わかんないですけどね。だからちょっと多めの 2.2 ぐらい、ちょっと多めに入れてもらおうかなっていう。はい。やっぱ荷物も重たいんで。で、蛍光管、今回入れれたんで、蛍光管も、そこで満タン入れてたら、まあ多分山とかで遭難してもかなり心強いかなっていう。はい。もう下手にね、いろんな違うとこで、あ、入れないんですとか結構言われるんで、そうですね。いやー、もう出発前からね、よくキャッパー来てくれるんですよ、優しいから。ほんで液体コンパウンドでね、ちょっと汚いところをきれいにしたいとか言うてね、来てくれて感謝です。はい。で、ちょっと告白しちゃうと、まあ、蛍光管とか、まあ、あとパソコンとか入れるにあたり、この1個前の出発前の動画では、まあ変な話で、その何、インパクトドライバー持っていきますとか、まあ切れてもベルトとプーリーとかもあります言うたんですけど、もう置いてきました。もうインパクトとプーリーとベルトはいらないでしょ、駆動系を変えてるんだから。もう持ってきてないです。はい。なので、まあそういう意味ではあれなんかな、もう一回クランクケースカバー上げて緩んでないかチェックとかした方がいいんかな。でも緩んでたらもう走らんと思う、こんだけ。まあプーリーのとこですよね、ネジなんですけど、インパクトドライバーでガチャンガチャンガチャンって3回なったら確実にちゃんと、いいトルクで締まってるっていう定説がもうあるんで、それをちょっと信じて、あ、もしかしてあれかな、祝日でお休みの可能性あるな。ます、空いてる、あーが休業日や。バイバイ。嫌な予感しかない。もう嫌な予感しかない。マジですかって感じです。はい。じゃあここから一人旅、まず最西端に行くために僕がやらなあかんことっていうのは、もうスタジオをどうするかっていうところの連絡、もう来週僕がやるんでこうこうこうしてくださいとかね、鍵開けといてくださいとか、そういう根回し、あと、まあ今日でも明日でもね、兵庫県パフォーマー協会のパフォーマーがパフォーマンスしてるんで、そういう場所の、まあ、段取り、でこう自分の体を極限まで開けて、でお店もね、今日ね、本当はもう閉めようと思ったんです、朝から開けてたんですけど、嬉しいことにね、一人来てくれて、まあクラブ買ってくれたんですけど、まあお店を休みますっていうことね。だからもう、まあ結構なリスクあるわけですよ、もう大人なんで。はい。でも一日一日がこうすごいこうちゃんと収入があれば別に気にせんでいいんですけど、やっぱりこう一日一日ちょっとずつ利益を上げて、それをこう集めて集めて1ヶ月生活してるんで、それがもうマイナスの時もあったりするような生活してるんで、ただこういうのってタイミングだし、もうやっぱ無理もしないと絶対にいけないので、そうだから、まあ僕的にはなんで月曜日出るかっていうのも意味があって、もう水木が大雨なんですよ。水木金多分木ぐらいが大雨やったんちゃうかな。水と金はなんか雲と傘のマークがあったように見えたんですけど、なのでまあちょっとそういう辛さがある分、ちょっと早めに出て、はい、
少しでもこの雨に濡れずにですね、距離を稼ぎたいなと思ってもう出発します。はい、こういうなんていうか足元のボックスにこうパッてこう、まあ、手袋入れたりグローブが入ってたり帽子が入ってたりパンク修理剤が入ってたりで、まあ、例えばこのヘルメットのメットインからケーブルを出して充電しながら走れるし、うん、GoPro の充電かってここに充電器が見えてたらここでちゃんと充電してるのを見ながら走れますから、結構もう充電関係は最強ですね。だあとここのメーターが今5612じゃないですか。だから555やったから100キロちょい走ってるんですよ。100キロちょい走ってまだメーターが半分来てないんで、割とねホーストディオ水冷燃費めっちゃいいと思いますよ。伝説向きは思います。でもそういうことだけじゃなくて、実は、コンタクトケース忘れました、メガネ忘れました、でめちゃくちゃ忘れた、やっべ、ヒゲ剃り忘れましたみたいなまた忘れ物のオンパレードが始まっております。でもいいんですよ。例えばメガネは前の伝説でもう叩き割れたやつをボンドでつなげて今やってるんで、まあ極端な話伝説中にメガネ買ってもいいですし、新規でね。でヒゲ剃りはスタジオにあるかな、うん、まあ電池だけないけど100均で、まあ、メガネのねコンタクトを入れるケースも買ったりとかして、なんとかリカバリーしていきましょう。で書き込みにもあったんですけど、なんか今交通安全週間らしいんですよ、30日まで。でなんかコロナでやっぱりこうあまり警察の方も活動できてないみたいで、割と本腰で捕まえに来るんちゃうかって話もあるんで、各所本当に無事に捕まらずに行くっていうのも大事なんで、そこもキーポイントになってます。はい、誰もいないこの商業施設終わりました。今日は3レッスンやったかな。これがなかったらね、月曜日もすぐね飛び出されてたんですけど、台風が来てるらしいんで、ちょっと先を急がないと後半やばいんで、ですね、ダンススタジオの仕事が終わりました。さあここからです。時間はですね、まあ、9時、月曜日の9時、45分ぐらいですかね。さあ、こっからですね、本州最西端行ってみたいと思います。やっぱ雨降っちゃうとね、楽しくないんで、まあ、これちょっとあれ思い出せますよね。ダックス、本州最南端やったっけ？あれ思い出すわ。あん時もこんな感じで夜中スタートして、まあ、ある程度行くよって言いながら、もう結局朝の9時か10時まで、もう昼ぐらいまでかな、走り倒して、結果、なんだろう、ほぼ寝ずに九州の、どこやったかな、大分ぐらいまで行きましたからね、ダックスの時は。なので、まあ、それを彷彿させるようなですね、なんで、火曜日の朝から出ないんだっていうことなんですよね。お風呂も入らずにでも俺は行くみたいな、そう、もう待ってられないですよ。やっぱもう雨っていうのはもう極端にスピードも落ちますし危ないですし、うん、なのでとりあえず美味しく走れるのは月火だけっていう、もうこの噂をですね聞きつけて、とにかくこの月曜日のこの時間すらもったいない、超もったいない。だって阪神山笠に来てたらすぐ、もう今これ43号線なんですけど、これまっすぐ行ったらもう言うたらね最西端に近くなっていくでしょ。これを大阪の池田に戻っちゃうと変な話もうバックすることになっちゃうんで、バックはしたくない、バックはしたくないです。なんかねプーリーから変な音するんですよねカッカラカカカとか今言ったような気する。でなんかさっきもちょっと回転おかしかったし、ちょっと心配やな。でもねそ
そんなおかしくてこんな普通に走るんかな。ちょっと心配。今ちょっとねシェイクダウンさんとも話してたんですけど、もしかしたらクラッチ滑ってんちゃうかっていう話なんですよね。話を全部総合すると、で僕クラッチやった時にクラッチが異様にやっぱシューがちょっと少なかったんですよね。でちょっと試しテストでもう歩いてるかぐらいのスピードで一回クラッチに負担かけてみますね。いきますよ。あ、でもいけるな。なんなんやろ、勘違いなんかな。わからない正直わからない。困ったな。でこうやってねギューって止まるじゃないですか。この止まった後の一発目に良くなったりするんですよ。例えばゆっくり、あ大丈夫か。なんなんやろな。撤退する勇気も必要やけど、ほら今めっちゃすごい音した。ちょっと待って、ほんまにこれはえらいことやな。今すごい音したよ。ちょっと待って、これは現象が出るときと出えへんときがあるのも分からへんし、とりあえずクランク開けたいと思います。開けます。カッパ来ました。カッサンチャンネル。